はい、皆さん、こんにちは。こんばんはの人は、こんばんは。おはようございますの人は、おはようございます。今回はね、トグロが運極になったんで、ちょっと友達2人と僕に対操作でアバロンチャレンジしてます。はい、じゃあちょっとまあ簡単に解説しながら動画を見ていただけたらと思います。とりあえず初手右側に入って、で2手目も右側の隙間に入ります。で3手目も4手目も左左で、まあ4手でここは突破したいですね。オッケーオッケー。まあたまにね、ちょっと角度が足りないっていうか、入り方が甘かったりして倒せなかったりする時もあるんですけど、まあここはさほどそんなに解説は必要ないかなと思います。はい、次は1手目上に入ったかな。上が入りやすいから上だと、ですね。次。まあここも、まあとりあえず、ギャラクシーとビットンの隙間に入ったけど、わ、これハマってるな、完全に。これハマってるからもうしょうがないね、みたいな感じで多分、ぶっちゃってますね、やっぱり。で、ここも入ります。あ、そうそう。で、ちょっと言うの忘れたんですけど、トグロ読んでやるの初めてなんで、ちょっと不安だなとか言ってて、僕がホストじゃないんですけど、友達がまだこれアバロン運極になってないんですよね。僕はもう運極になってるからお手伝いで入ってるんですけど、なので運極になってないのに、ちょっと運枠読んで、ちょっとしかも初めてのパーティーで不安じゃんとかいうことで、ゲージガイドのアイテム使ってます。ちょっとね、インチキ みたいになっちゃうんですけど、インチキって言ったらダメなの、それで回ってる人もいるから。まあちょっと楽に、普通の人より楽に回ってます。あとはまあ HP アップとかは使ってないんですけど、ヤマタケとかでパーティー組むよりは HP がかなり高くなってます。まあこれで回るために、今日昼間の同族の亀と激種の亀は神殿で食わせてるんですけどね。これね、横からしたじゃないですか、今。本当は、もし爆発した時のために、上の方に配置しようと思って横からしたんですけど、全然角度足りなくて、あ、パワー型遅いとかって、あのとこに止まっちゃってるんですよ。まあまあ、これで、突破しちゃったんで、そこはまあ、関係ないかなって感じなんですけど。はい、これがね、下に配置してればよかったんですけど、下にちょっと配置してないんで、とりあえず、ギャラクシーの、処理から、はい、行こうと思います。あら、倒せてないな。これ下に入ろうとしてたけど、いや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 、上から順番に行こうよみたいな感じで僕が友達に言って、でギャラクシーをとりあえず倒しに行ったんだったかな。なかなかね、下先にゴリ押しでする方法もあるんですけど、下配置とかにしてて、それやってて結局飛ばせなかったりして回復されて死んじゃったりっていうこともあるんで、まあ僕は、順番、まず雑魚処理をしていってから中ボス倒すように大体してますね。天草とかだったらもう下に配置しとって弱点着とけばもう一旦とかババーンって終わっちゃうんですけどね。これはギャラクシーを先に倒したと思います、結局。あと2ターンだし、もし失敗しちゃいけないな、みたいな 話で。やっぱそうですね。で、この位置、いや、その角度はダメだろう。上に行かせないと。あ、その時も一緒のこと言ってるわ 多分そうですね。言ってますね、僕。はい。はい、OK です。で、ここが、はまれるかな。あら、はまれてないな。ガイド通り打ってんのにはまれないんだな。てか、多分、僕、正味、あんまし、ガイド出てるけど、ガイドあんまし気にせずに打ってるんですよね。だからそうなってるよね。ガイド気にせず打って結局ハマれてないってダメなやつじゃん、みたいなね。まあ、そんな感じでやってます。ここはね、下に行くとレーザーを食らっちゃうんで、下に行かないように立ち回ったと思うんですよね。だから今多分横勘をして、レーザー食らわないようにって感じで。ね、僕、ヤマタケにリリース、天草でいつも回ってたんですけど、運極作るとき、運算で。ここで、さっきのステージで天草打って、で、ここで大体ヤマタケ打ってましたね。
だからもうトグロもここもう打っちゃおうかなと思って、どうせボス戦でたまるんでいつも山竹の時も、なんでまあまあもうどうせやったらね、あの早めに打って早くたまった方がいいなということで、ちょっとためらわずにもう打ってます。まあ周回速度上げるためにもねありなんじゃないかなと思うんですけど、剣欲しいねこれね、多分剣が欲しいなってその時も思って多分打ったんだと思います今の角度。角度ちょっと荒いですけど、はい、その位置から当たってるように見るけどこれ多分当たんないですねここは。オッケー当たらない、割とね当たり判定が小さいというか、ここもねだから普通に入れますねこれも。オッケー。ここはどうしたんだったかな、次のステージがボス1戦目になるんですけど、上にいると雑魚処理しにくいから、かといって下に過ぎると雑魚に、今の 2P の位置とかだとギャラクシーのところに挟まっちゃってるんで、できたら真ん中あたりぐらいからが一番理想なんですけどね。でもそんなこ、でもこれ打っちゃったら絶対突破しちゃうな、これ突破してるね多分。あ、ですよね。あらー、これ 2P が挟まったまんまじゃん。本当はこれ良くないです。これがね、ギャラクシーを2体同時にもし倒せても、ビットンだけな残っちゃって、ビットンだけをね、またこれ、処理しにくいんですよね。まあ、これ、うまい具合にビットンと、ギャラクシーが残ってるんで、ここはもうカンカンで、ハマりに行ってます。次が、4P かな？ああ、もうこれは絶対左下ですね。もう斜めにカンカンで、ハマりに行きます。次がビットンも壊したいですね。横勘で地道にするしかないのかな。ほい、ビットン1回しか叩けてない。パワー型でもさすがにね一発ではちょっと倒せないですね。もうひたすらビットンを壊して、うわー回復されちゃうな。で右の2の数字がアビロなんですよ。っていうか、ゲージミスしてるんですよ、これ。ねえ、ちょっとね、遊んじゃってますね。本当は、これ、僕のターンの時に SS 溜まってたらもう、SS をこの右下のドナテロに打ってもよかったぐらいなんですけど、まあ溜まってなかったんで、まあしょうがないな、って言って。で、うわ、こんなに食らった、みたいな。で、これね、もうちょっと内側にいたらマッチも狙えたんですけどね、次のステージ上配置の方がいいなっていうことでちょっと上に配置しとこうと思って上に配置してます。で右下のドナテロのもう攻撃が来る前に突破しちゃおうかみたいな感じで言ってたんですけど、なんでこの角度で打ったんだろう。でもなんか結果的になんかねドナテロを処理しに行ってますね。この角度はあんまし良くはないですね。で、次、この右の数字の位置が水平レーザーなんで、こいつが痛いんで絶対食らわないように。かといって次のステージは上配置の方がいいんで、まあ横勘で上に上がったのかな。ですね。これはハートを取りながら、はい突破ですね。 1P がね下にいるのは本当はね良くないですね。上の方がいいんですけどね、まあ、でこれ最初ギャラクシーからハマりたいです。ビットンからハマるよりギャラクシーから先にハマりたいです。ビットンハマってギャラクシーだとターンのバイクのやつが内側に寄ってきた時に挟まった状態じゃないんですよね。まあ、ちょっとそれは、まあ、見てたらわかると思うんですけど。
これは入れ板を利用してちょっとガイドが出てたんでね、入れ板利用して挟まってます。まあ、まず無理ですね、ガイドないと今のは。で次のキャラが挟まりやすい位置にいるんで、もうちょっと動かさないでおこうっていうことで、これは横間だけしたんじゃなかったかな、多分。もう絶対はまれるからこれもう触んない方がいいよって言って、友情ぐらいは本当当ててもよかったんですけどね。友情当たったんだったかな、友情すら当たってないですね。でこれ僕がね打ったんですけど、はまれるでしょこれはってことで、はい、はまりました。お、弱点が出てるからこれはもう弱点殴っとこうかみたいなね感じで打ったんじゃないかな、多分。やっぱ後から動画見てもなんか一緒ですね、考え方大体。で次が、おー、クリティカル出た。あんまし上にいると下のドナテロとかレギオンを処理しにくいので、できるだけちょっと下の方に、ね、寄せたいなと思って、横間で下に下がるような感じで立ち回ってますね。HP も満タンだし、まあまあ突破して大丈夫でしょう。これなんかね、入れ板見たらこれガイド出てるでしょ、なんかハマってるみたいな感じになって、えーってなって、なんでそう打ってそう動いちゃうのってなって、ちょっとテンパって、あ、もういいやって、もうわけわかんないって言って、なんかどう打っても大丈夫でしょとか言って打っちゃってるんですよこれ。本当は良くないですけどね、ちゃんと考えて打たないと。はい、でもここはねいい位置にいたんで、カコーンととりあえず倒します。でこのままの位置にいるとレーザーが痛いんで、ギャラクシーと水平レーザーもちょっと食らっちゃうかな。だからギャラクシーをできたら倒したいなーみたいな話をしてたんですよね。でも多分この角度でさすがに無理だろうって、やっぱ無理だ。うわー、位置が痛い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 けど、山竹パーティーよりやっぱ HP 高いからいつもより痛くないみたいな、そんな感じでしたね。でさて、とりあえずドナテロを倒しに行きましょう。やっぱりね、回復されちゃうし、あのアビロ食らうとマジでやばいんで、アビロ食らうまでにはもう倒しましょう。でハマれない位置とかで、でももうアビロが来ちゃうみたいな感じの時だったら、このパーティーだとトグロのランダでドナテロが HP 満タンでもワンパンできるんで、もう SS 打っちゃってます。だからこれももうちょっと角度ちょっと心配だね、旗も挟まれないなやとか言って、こいつにね SS も使っちゃってますね一発。とりあえず弱点一発ってあんだけなんで、あと二発でどうだろうみたいな。で万が一削れなかったとしても弱点三発で、まあまあ張り付いてるじゃないですか今ここ、だからもうあっちも狙えるなーみたいなことを話しててやってたんですけど、まあ結果多分これで削り切れると思うんですよね。こんだけで友情も入るし、友情もキラー効くんで、聖騎士キラーは。さあみんななんか光ってる紫に、あー強い。いやートーグロー艦隊でねやってみたけど強かったです本当に。まあただガイドあったんで今回ちょっとまあズルしちゃってますけど、ガイドなくても全然普通にまあ強いですよね。ではではちょっとドロはね残念でしたけど2ドロ。はい、ではご視聴ありがとうございました。まあ無課金編成になるんで難易度もね低いと思うんで、よかったらやってみてください。じゃねー。